元ラグビー日本代表の広瀬明です僕自身野生のゾウに置かれている状況は全く知りませんでしたがワイルドエイドさんの活動を通して知ることができましたラグビーワールドカップ20192020年に行われる東京パラリンピックオリンピックを通してその活動について皆さんに知ってもらえれば嬉しいなと思ってますし何かしらのアクションを取ってもらえたら最高だなと思ってますみんなで素晴らしく美しい地球を作っていきましょう 私は造形を選ばない。